4月2日1994年5連敗の後反転攻勢を予感させる初勝利1994年4月2日土曜日浦和レッズは駒場競技場にガンバ大阪を迎えて J リーグ第6節を行った開幕から5連敗の後シーズン初勝利を挙げた試合だった前年 ファーストステージ、セカンドステージ、共に最下位という苦しいシーズンを送ったレッズは、横山健三新監督が就任。巻き返しを図ったが、アウェーで行われた横浜フリューゲルスとの開幕戦で0対2と空配をなめ、清水エスパルス戦、ジェフユナイテッド市原戦、サンフレッチェ広島戦、名古屋グランパス8戦と、土曜、水曜の週2回の連戦にすべて敗れた。 前年の開幕4連敗を上回る5連敗にため息の出る思いだった。とりわけ、第5節のアウェ名古屋戦は、オーンゴールで先制したものの、前半のうちに1対3と逆転され、後半さらに4点を奪われた。新人の快速フォワード、岡野正幸の初ゴールがあったが、2対7というチーム最多失点記録を更新する惨敗に、どうしていいやらわからなかった。 当然サポーターも苦しかったはずだ。しかしこの時期救いだったのは毎試合始まる前は今の成績が信じられないくらい明るい雰囲気で応援が始まったことだ。連敗中の悲壮感はなく、かといって脳天気な様子もなく、今日は絶対に勝つぞという確信が伺えるほどだった。そのため常に変わらない高いテンションの応援がされていた。サッカーの試合でも大事な 切り替えがしっかりできていたのだが、それに関しては当時応援の中心となっていたグループ、レッズ・クレイジー・コールズのリーダー、吉沢光一さんの力が大きかったと思う。試合で失点した時には絶妙のタイミングで裏レッズ・コールが起こり、選手たちとスタンドのファンやサポーターのうつむきかけた顔を上げさせた。このガンバ大阪戦も前節7失点で敗れたのが、 幻だったのかと思うほどポジティブなそして緊張感のある中で試合は始まったずっと週2回の連戦だったが初めて7日ぶりの試合だったのが良かったのかもしれないもう一つ明るくなる材料があった前節出場3試合目で初ゴールを挙げた岡野正幸が先発していたことだ岡野の足の速さは見ているだけでワクワクするしボールを持てば ゴールへの予感が高まるものだった。その予感は少し変わった形で実現した。前半30分、自陣でのフリーキックを浅野哲也が前線へフィード。敵陣のペナルティーエリア近くまで飛んだボールに相手ディフェンダーは追いつけず、岡野だけが落下地点に達した。そしてダイレクトシュート。ボールはゴール内へ転がり先制点となった。2試合連続ゴールだ。 ところが正直な岡野は試合後あれがシュートではなくトラップで大きくなりすぎたので慌てて追いかけたがそのまま入ってしまったと明かしたこのゴールで勢いづいたレッズは40分に福田正宏もシーズン初ゴールを挙げ前半2対0と突き放す後半ガンバ大阪に1点を返されたがその後は踏ん張り2対1で試合を終えた開幕から5試合3月中は全て敗れたが 4月に入った最初の試合で初白星、反転攻勢を思わせた。横山監督も試合後のインタビューで、これからどんどん勝ちますと語っていた。残念ながらそれは実現しなかったが、非常に気持ちの良い勝利だったことは記憶に刻まれている。当時の駒場はまだ1万人収容のスタジアムで、バックスタンドは1回しかなく、ピッチから外の景色が見えるの,のどかな雰囲気だったが、 サポーターとチームの熱い戦いが繰り広げられていた。さてこの内容は Web サービスノートにも掲載しています。ノートではこの日に関する他の方の投稿も読むことができます。ぜひノートにアクセスして、ハッシュタグあの日の私たちで検索してください。皆さんの投稿もお待ちしています。瀬尾淳がお送りしました。それではまた明日。